にちは。ゆけめりスナイパー2019お正月スペシャル、遅ればせながら始めていきたいと思います。キリンジャトー。はい、ということで今回はゆけめりスナイパー2019お正月スペシャルということなんですけど、これまで数々の戦地でその名を轟かせてきた歴代最強とも言われるスナイパーを4名ほどご紹介していきたいと思います。では行くわ。カルロス・ハスコック。カルロス・ハスコックはベトナム戦争で活躍したアメリカの軍人で、アメリカの中では最も有名な狙撃手と言われており、通称ホワイトフェザーの異名でも恐れられています。また彼は優秀な軍人のみに与えられる勲章であるシルバースターや、名誉ある負傷をした者だけに与えられるパープルハート賞も受賞しています。その実力は歴代のアメリカ人狙撃手の中でも群を抜いており、海兵隊の狙撃訓練課題の中でも最も難易度が高い英語コース試験では250点中248点というほぼ満点に近い点数を取っており、この記録は未だに破られていないのだとか。ちなみにカルロスが軍服を着るときには必ず白い羽がついた帽子をかぶっており、これが彼の異名であるホワイトフェザーの由来となっています。しかし本来白い羽というのはチキン（臆病者）を意味し、兵士として白い羽を身につけることは本来は恥とされるのですが、カルロスは臆病というよりも驚異的なほどに慎重であり、それを皮肉って白い羽を身につけていたと考えられています。そして後に本来は恥の証とされている白い羽はカルロスが身につけることによって恐怖の象徴へと変わっていったそうです。また戦闘中カルロスが500ヤード450メートル先から相手のスナイパーに狙われていることに気づくと、逆にそのスナイパーを狙い見事に相手の眼球に命中させたなんて逸話もあります。ですがカルロスは本気を出すと500ヤードどころか2500ヤード（約2300メートル）も先のターゲットを一撃で仕留めることができ、この記録は科学の進歩によって武器の性能が上がるまで35年間も破られることはなかったそうです。まあ、おそらくこのカルロスの射撃能力に対抗できる男がいるとすれば、あの伝説の40メートルフリーキックを決めたロベルト・カルロスぐらいではないかと、名前も似ているしそうなんじゃないかと私は考察します。ルドミラ・パブリチェンコ。ルドミラ・パブリチェンコは当時では珍しかった女性スナイパーで、第二次世界大戦において309人も射殺することで女性スナイパーの中では史上最高成績を残した人物でもあり、しかも容姿端麗だったそうです。パブリチェンコはロシアの小さな町で育ち、幼少の頃はおてんば娘だったそうで、14歳の時に軍事訓練場に通うようになります。その後訓練場にいた少年が射撃の腕を自慢してきたので、女の子でも同じくらい強くなれることを証明してやると言い、日々訓練に励みました。そして幾41年にヒトラー率いるドイツ軍が侵攻してくると、国を守るために当時大学生だったパブリチェンコは軍への入隊を志願しますが、女性だったからという理由で軍からは入隊を拒否されてしまいます。しかしその後も入隊の意思を強く見せ、ある日軍から課題を出され、それをクリアしたら入隊を認めると言われました。そしてその課題というのが2人の敵兵を射殺することであり、パブリチェンコはこの課題をいとも簡単にクリアし、見事入隊することに成功しました。入隊後ギリシャとモルドバに派遣されたパブリチェンコは75日間のうちに187人を射殺し、一気に名を上げることになります。そんな中でもパブリチェンコは自身がスナイパーでありながら敵のスナイパーを狙う、いわゆるカウンタースナイピングを得意としていたそうです。ですがこれによりドイツ軍はパブリチェンコを恐れるようになり、次の戦闘の際には対パブリチェンコ用の砲撃が行われ、彼女は負傷してしまいます。そしてそれ以降パブリチェンコが戦場に復帰することはありませんでしたが、その後も教官として軍で活躍していたそうです。こうしてパブリチェンコは最強の女性スナイパーであると同時に最強の愛国心を持つ戦場の乙女として多くの人に知られるようになりました。まあおそらくパブリチェンコのカウンターに唯一対抗できるカウンターとしては、カウンターと個室でおしゃれな雰囲気の芸能人御用達の表参道フレンチレストラン、トリニテくらいなんじゃないかと私は考察します。これはカウンタースペース有名人でググった時に一番上に出てきたので、多分そうなんじゃないかと思います。無名。
こちらは2013年に活躍した当時20歳のマークスマン選抜医種の男性です。マークスマンとはアメリカ陸軍の歩兵小隊に属しており、主に 800m 以内の標的に対し正確な射撃をするために訓練された兵士のことを指すそうで、簡単に言うと一般の狙撃手と歩兵の間の存在なのだそうです。またこのマークスマンの名前は公開されておらず、その戦果だけが記録されています。そして彼に関する最も有名な話として、一発の銃弾で6人の兵士を倒したという記録が残されており、これはどういうことかというと、彼が自爆テロ犯の敵が持っていた起爆スイッチを狙撃し、爆弾を爆発させることでテロを防いだことがあるということなのだそうです。そして他にも 850m 先にある爆薬を狙い撃ち、敵の攻撃を防いだという逸話なんかもあります。まあおそらくこの男の無名さに唯一対抗できるものがいるとすれば、それは僕のお父さんだと思います。なぜならめっちゃ無名だからです。マット・ヒューズ。イラク戦争の中、イギリス海兵隊に所属していたマット・ヒューズはイラク兵の攻撃を防ぐ命令を受けました。しかしその日は強風が吹いており、風によって銃弾が曲がってしまい、相手を狙撃するためには風の動きを計算する必要がありました。いくら凄腕のスナイパーといえど、風が強い日はできるだけ敵に接近したりするのですが、当然近づきすぎると敵に自分の位置がバレてしまいます。そこでヒューズは敵にバレずに確実に狙撃するために、 860m 先から敵の位置と風向き、風力を考えた上で弾道を計算して狙い撃ちました。その結果、銃弾は風の影響で 17m も曲がりますが、これは全てヒューズの計算通りで見事敵に命中したそうです。これは狙撃の腕だけではなく、優れた頭脳も持ち合わせていたことからこそできた芸当であると言えるでしょう。まあ、もしヒューズの風を読む能力に唯一対抗できるものがいるとすれば、それはおそらく鳥だと思います。シモヘイヘイ。シモヘイヘはフィンランドの軍人で、フィンランドとソ連との間で起きた冬戦争で活躍したスナイパーです。この戦争におけるフィンランドの兵士は16万人、戦車30両、航空機130機だったのに対し、ソ連側は兵士45万人、戦車2380両、航空機670機で攻めてきて、とても正気などない状態でした。しかしヘイヘはマイナス20度からマイナス40度という極寒の中、純白のギリースーツを雪に同化して応戦しました。ただでさえ地獄のような極寒にさらされた上に大雪で視界が遮られたソ連軍は、ヘイヘがどこから攻撃してきているのかもわからず、次々と兵士たちは倒れていきました。そして戦争中にヘイヘはコッラー川でソ連軍を返り討ちにする任務を受けます。ですがこの時攻めてきたソ連軍は4000人にも上り、それに対してフィンランド軍はわずか32人と戦力差はあまりにも絶望的でした。しかしヘイヘイはひるむことなく戦い、戦車が攻めてきた時には戦車を指揮する人物を優先的に倒し、高卒を乱すことでじわじわと敵を殲滅していき、なんとヘイヘイは542名も射殺し、コッラー川付近の領土を守り抜きました。ちなみに542人というのはスナイパーとして史上最多の戦果なのだそうです。またヘイヘイの最強エピソードはこれだけに収まらず、戦闘中に姿勢が乱れる、レンズが反射して居場所がバレるという理由で視界が悪い大雪にもかかわらずスコープを使わなかったりもしたそうですが、それにもかかわらず 300m 以内の相手なら確実に頭部に集中させることができたそうです。この怪物じみたの強さに圧倒されたソ連軍は彼のことを白い死神、災いなす者と呼び恐れました。ここまで恐れられているですが、引退後にが残した最強の記録について問われた時には、やれと言われたことを可能な限り実行したまでだと述べており、決して自分の強さを主張することのない姿勢が男としての強さを感じさせます。まあ、もし仮に5文字の名前の人で、シモヘイヘよりも名前に同じ文字が入っているものがいるとしたら、それはおのののかただ一人だと私は考察します。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てこれからも考察系 YouTuber として頑張っていくという断固たる決意を感じた、キリンの黄金時代はいつだよ、俺は今なんだよと思った方は高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくっす。おい、おーやー、あーえーあうーあえへいえいえーえー
はいはいおーやーはい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 おーやーっていうね、ちょっとエンディングをね、ちょっと30秒以上やってるんで、ちょっと歌ってごまかした感じなんですけどね、そういう感じでした。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。さよならー。